総寺寺は愛知県岡崎市中町にある総東州の寺院。総寺二寺とも言う。寺内にある月山成は元岡崎十二社の一つ。中央緑道にある加護殿総門跡の石踏み。中町に移転するまでこの付近にあった。1351年、足利高氏に仕えた高茂露冬は海の国で諏訪市に包囲され自害。約1月後には、 おじのこうもろ父の死体、兄弟の塩羅ら公一族八人も摂津国向川の小鳥で殺害されてしまう。1355年、高志冬の妻だったメアは滅亡した一族の母体を弔うため、寺院の混流を決意。足利高氏に申請して、名の一を十字として、総寺寺を建て十大総伝の地である、菅尾大月山を寄進することを許可された。 二三年後には完成したものと推定される。創建時より1875年まで甘寺であった。1603年、徳川家康より、寺寮百国を寄進される。治療は、島町、八県町、六とも杉本村に分散していた。1670年、消失。江戸時代は長く、流海延末であったが、1766年に、リターンした。 1854年、地震で破壊。総知寺は、元は、旧加護田町の加護殿総門の北側にあった。以下の経緯により中町の現在地に移転した。1924年頃、旧高生町にあった岡崎郵便局が手狭になったため、定心症より、岡崎市と岡崎商工会議所に対し移転候補地の打診があった。当時廃寺同様になっていた総知寺の段下は、 寺の敷地を岡崎市二条都市その代償で郊外に移転再建をすることを考え敷地提供の願書を市に提出。1926年1月には団下都市の合意がなされ工事着手の段階となった。ところがこれに対し日韓市三河日報社長の岡田なでことが先頭に立って国粋主義団体と共に反対運動を起こした。総知事は 直眼寺で由緒ある寺湯へ勝手に移転することはできないというのがその理由であった。岡崎伝統の杉浦銀蔵山へ岡崎商工会議所会頭の千馬千太郎もこれに、こう、市内各所で反対の演説をし、ついには暴力沙汰にもなった。市長の本田俊樹と商工会議所会頭の六代目、深田三田優が問題の解決を 女役の小滝岐七郎に依頼すると反対派は小滝の自宅に投籍した。寺の住職も明け渡しを拒否したが、小滝は移転を推し進め、1927年に寺は中町に移された。この事件を強行したのは何らの理由なく反対したるため行きを実行せぬ、時には将来市の事業に悪影響を及ぼすことに鑑み、 これを執行したのであると小滝は解雇力の中で述べている。1974年1月11日、掃除二次文書が岡崎市の文化財に指定された。文書は現在、岡崎市美術博物館に所蔵。ありがとうございます。